バンコク国立博物館バンコク国立博物館は、タイ国立博物館の本館。博物館では主に、太陽国の美術、歴史を中心にした展示がされている。博物館は1874年、ラーマ5世によって創設され、王の定めた様式によって展示が行われた。現在、新石器時代に遡るタイの歴史を網羅した展示が行われている。 収蔵品の中には2003年にユネスコの世界の記憶遺産に登録されたラームカム平和王被文も存在する。この博物館の所在地は昔の福王の宮殿である。また展示棟として使用されている建造物群も昔のままの宮殿群である。ナープラタート通り、プラボールマハーラチャワン地区、プラナコーン区、バンコク。 12002009年12月10日閲覧。ありがとうございます。